はい、こんにちは、今日もね、音楽のお話をいたしましょう。明日ですね、黒沢音楽学院、池袋校の、沢井真理子先生の、ボイストレーニングを受けに行ってまいります。その準備でですね、明日課題として、こちらのね、私が作詞作曲しました、ある晴れた日にという曲がございまして、こちらの譜面を書いて、沢井先生に提出してですね、でギターを弾きながら歌わないといけないんですね。てか歌を聴いていただくんですが、そのための準備として、進めてまいりましたが、いざですねギターを持ってと弾きましたところ、このところ湿度が高くね、なってきたんで、すごくコンディションが変わりやすいんですね。ギターというのは綺麗できてますん でそして弦ね、弦がやっぱりどんどん伸びていくわけです。テンションが緩んでいくんですね。でその限界まで来てまして、ちょっと弦をもう交換してちょっとメンテナンスしてほしいなと思いました。ところが今日日曜日なんですよね。朝の11時に、黒沢楽器の、お茶の水店、ドクターサウンドさんに電話いたしまして、今日ね弦の交換と調整の時間取れますかと伺いましたところ、事情を話しましてね、明日池袋校の方に行くんだというね。そうしましたら それだったらもう即作業するんで来てくださいとおっしゃっていただけたんで伺いました。で本当にね素早く今のねコンディションにぴったりに合わせてくれました。本当にありがとうございます。明日は、ある晴れた日にを歌うんですが、やっぱり、僕のねこのギターのオルフェスバレエギターズという、ブルガリアの、会社が作っているギターなんですが、スペインのギターとねちょっと音色が違うんですよね。こういう感じの音です。ちょっと華やかでキラキラっとしていて、それでいてあまり重苦しくなく、ちょっとふんわりと柔らかいんですよね。すごく今の、自分にとってはこのギターがふさわしいと思って弾いています。スペインのね、有名な工房のギターも弾かせていただいてるんですが、やはりね今の段階ではちょっとまだ早いかなと。もう少し数年経ってからね弾いた方がいいんじゃないかなと思う、自分で思います。で今本当の意味で一番似合うのはオベーションのね、オベーション社から出ているアダマスという合成樹脂でできたね FRP とウッドを組み合わせたものがあるんですが、それはね今の年齢で弾くとすごくいいなと思うんですが、それは私の師匠であるねレイ・アルフォンス・ショーダ氏が、所有してるんですが、今彼は弾いていない状態で、約束がございまして譜面を、100枚自分なりに納得いく形でね仕上げたら、アダマス、貸してあげてもいいよとおっしゃっていただいてるんで、頑張って日々精進してるんですが、アダマスはね何がいいかっていうと、ハイブリッドなんですよ。木とね樹脂のでピッチが狂いにくいのと、あとその音色がね特に際立ってドっていうのがないんですよ。癖がないで、僕の声自身がちょっと癖があって歌うとわーって感じで、ちょっと高域の成分10キロぐらいのところがすごく強く出るんですよね。そうすると今弾いてるこのオルフェスバレーギターズだとすごく、ある晴れた日に君が誘ってくれた
すごく声の質とオルフェスバレーギターズの音色が合うんですね。でここからもう一歩違うところ行こうとすると、オベーション社のアダマスがすごく合うと自分では思っています。で今の段階ではね、このオルフェスバレーギターズがねすごくあのマッチングするんで、明日は、黒沢音楽組の池袋校で沢井真由子先生の、ボーカルのレッスンを受けてきます。正直ね細かいピッチのズレとかね自分で気になってるんでその辺なんかね修正していただいて、より一層ね皆さんに楽しんでいただくべく精進したいと思います。それでは、本日ご紹介いたしましたのはこちら、ブルガリアオルフェスバレーギターズ社の、ごめんなさい型番まではわからないんですが、オルフェスバレーギターズの、クラシックギターです。ガットギターと思います。ぜひね、クラシックギターのご購入はこちらになります。黒沢楽器ドクターサンズでお買い求めください。非常にメンテナンスもね行き届いてますんでおすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。